気づけば僕たち INI も結成2周年お祝いしちゃおうセカンドアニバーサリーパーティー。最近それハマってるね。これにしようかなと。まずはタジから挨拶お願いします。一人ずついきましょう、はい、INI の田島翔吾です。よろしくお願いします。2周年バージョン2周年INI の池崎理人と申します。よろしくお願いします。INI の藤巻京介と申します。よろしくお願いします。はい、INI の後藤武です。よろしくお願いします。後藤です。はい、INI の高塚2周年ひろむです。よろしくお願いします。ミドルネームアニバーサリーひろむじゃなくて。はい、INI の木村雅也です。お願いします。ちょっと考えないなんで踊り切ったエンディングですね。西です西西です西です。カメラ合ってるそれ。カメラ合ってる。めっちゃくらい転倒してるもん。もう恥ずかしいね。事前にめっちゃこっちのカメラねって言ってたの忘れてたの。年間ね。すいません。あげないの西翔太です。よろしくお願いします。お願いします。スーパースター松田陣です。よろしくお願いします。お願いします。2年経ってお願いします。いいですね。はい、アイナイのフェンマンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、尾崎匠です。よろしくお願いします。おーおアイナイバープロいたわ今。俳優さん違う違う、アイナイの尾崎匠。最近はもうグループでしょ。みんな言ってくれたからいっぱい。そうか。そうそうそう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、アイナイの佐野雄大です。おいおいおいそっちが言っちゃった。俺じゃない、俺じゃない。はい、アイナイのエンジェル佐野雄大です。よろしくお願いします。はい、アニメっぽいな。かっこいいよ。はい、ということですね、今日6月13日は、皆さん忘れもしない、INI が結成された、あの絶対に忘れることができない特別な日です。あの日や何も忘れてないよ。はい、2年前の結成した日のことを皆さん覚えてます？もちろん。はい、そんなですね、記念すべき、グループ結成2周年を、ミニの皆さんと一緒にお祝いしながら、メンバー全員で振り返ろうというスペシャル配信をお届けします。ありがとうございます。素晴らしい。誰がこの考えたんだ。嬉しい、ね、いいよ、はい、見てくれてるミニの皆さん、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。結成から2年、本当にあっという間、はい、だったと思うんですけど、実感はあります？皆さん2年、まあ結成2年だからね、はい、なんかあっという間ですよね。あっという間よね。でも本当に、まあ最低でも2年間をずっと俺ら毎日一緒に行ってるから、すごいよ。だって23歳だったっけ、24歳だったっけ、その時は。やばいじゃん。俺も23だ。その時は24になるんですよ。そうか。やばい、26年ですよ。その時の西君と同い年って考えたらやばい。確かに。そうです。俺がデビューした時の時と同じ、今とその年。そうめちゃくちゃ贅沢じゃん、それ。贅沢なじゃん。時間がまだあるってことだよ。わかる。他には思い出すことある人います？2年経って逆に5年分ぐらいの期限、確かにね、それ見るのはなんか、ね、そう不思議だよね。いろいろさ、本当に一緒にめちゃくちゃ同じ日々を過ごしてさ、いろんなことやったけど、あ、まだ2年かって気持ちもあれば、なんか、あ、でももう2年経ったのかみたいな、なんかそのどっちもあるんだよな。確かに、本当になんかあれですよね、ツアーの時ワンとか、ランウェイとか披露するってなった時に、結構な人が多分 YouTube で、あさってあの頃のやつ見てた人とかいますよね。確かに見たかも。ああいうのね、見ると懐かしいですよね。確かに思い出しいね。懐かしいな。よかったな。絶対多いみたいなね。13日にやってたもんね、あのパフォーマンス。そうだよね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 。ちょうど2年前。あの日を考えたらめっちゃでも昔に感じるな。いや、ほんまに不思議な感じやわ。まあ、あの時から、まあ、今こう2年経ちましたけど、まあ、結構いろんなところで質問いただいているものではありますけれどもあるね、これ。この中で、まあ、より、その時より変わった人、変わった人、変化があった人、変化、ずっと一緒にいるからな。確かに。でもジンってそんなナルシストだったっけ、そんな。
まあ、マスクしてどんどん増していった。どうだったっけ。確かにあんまりなんかその言ってなかったと思うんですよ。そうだよね。それこそ言ってなかったけども、あのだんだんいつの間にか世界一になってました。その時はどうだった。世界一だと思ってた。その時は2年前、2年前考えたことなかったけど、あえて言うつけるとしたら5位ぐらいじゃない。5位5位には入ってた。5位だとは思ってたんですけど、でもやっぱり武器の中では一番かっこいいと思います。いいね。結果的にあの時からじゃあずっとそのいい、ね、そ一応ね、一番そうね。でもそれはだいぶ変化したよね。じゃあ、うん、そうですね、5位から1位、5位から1位、すごい、すごい。大変化でございます。大変化でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。祝1位を取ったということで、はい。一番印象に残っている出来事、2年間で。わー、2年間なんだろうな、まあ、だいぶ更新はされてるんじゃないですか、うん、皆さん、うん、めちゃくちゃ難しいんだ。でも俺ファンミはね、ずっと塗り替えられないかもしれない。塗り替えられない、うん、はい、ツアーもあったけど、ツアーもあったけど、ファンミ の印象は俺結構強かった、どういう部分で。なんだろう、あれだけの数のお客さんというかファンのみんながいるステージの幕が開いた瞬間が俺やっぱずっと印象深い、ね、あね、じゃあ俺の姉ちゃんからの差し入れも覚えてる。あ、え、さすがにね、うん、あ、覚えてる、覚えてる、あの、それだって覚えてる、それ忘れてたら、うん、俺は覚えてる、さすがにね。差し入れ、あの、どら焼きね、すこっ叩かれてただろ、絶対。どら焼きうまい、なんか逆にすごい、覚えてた。かわか、お前。でも、あの体拭くやつとかももらいました ね、うん、そうやな、入浴剤とか結構いろんなもの入浴系も、そっちのイメージが強い。あ、ほんと、ゆうだよ、何も言ってないあ、俺顔の描いたポテト、顔の描いたポテトじゃなかった。あってるね、顔の描いたポテト、西くんの、確かに顔の描いたポテト、あれ覚えてないよ、こっちが。あのパッケージになんか、そうそうそう、顔描いてあるポテト、顔の描いた、わからん、わかる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 、あれ美味しいやった。ちょっと繋がらないからちょっとやめとこうか、これ。思ったよ、思ったよな、ポテト。パッケージに顔がある、パッケージにね、そう主語がないんじゃ、主語あれね、美味しい、ありがとうございます、本当に美味しかった、美味しかった、いっぱい写真入れてくれて、そんなことで、みんなの家族がすごい、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということですね、今回はですね、僕たち結成2周年を記念して、なんと、まあ、スタッフさんからもですね、スペシャルアニバーサリーケーキを用意してもらいました。ありがとうございます。ケーキ、はい、じゃあちょっとサイドにいるタジとユダイ、ちょっとケーキを持ってきていただいてもいいですか。持ってきます、はい、お願いします。楽しみ。足かっこいい。足なんか、ちなみに、俺らも全く見ていないので、はい、ケーキを、どんなケーキやろ、そんなケーキ、俺の予想ショートケーキ、どんくらいだと思う。俺の予想ね、どんくらいだと思う。おい、マジ、どうした、おい、これ、でっかそう、入っちゃうよ、はい、お願いします、お願いします。タジマ、でっかいショートケーキじゃん。はい、入ります、いきます。かわいい、いろいろある、何、え、なんかすごい、ちょっと傾いてる、なめてない、すごい、ちょっとな、ピサの、ちょっとピサの、かぶってる、かぶってる、2年間何してきた、あ、どっちもやばい、ずっと一緒だ、緑、おい、少し傾いている、いいね、あ、でも、すげえ、すげえ、かわいい、みんなの名前行こう、いいね、ここにはネームプレートあるんですよ、開けるとそうなの、重みがすごいんだろうね、メニプリの3人が2段目牛耳ってんすよ。あ、そうなんだ、メニプリの3人が2段目牛耳ってます。やねー、どうぞー、おい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 、改めてスタッフの皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。おい、メンバーの皆はどうですか、これいただきましたけど、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、グレーだね、蝶ネクタグレー、確かに蝶ネクタイがある、ビジネスアマゾンの雄大はどう、これビジネス、ビジネスアマゾン胸焼きしそうですね、食うな、やめとけ、お前食うな、カクレアマゾンのタケルは、いや、もう生クリーム全部食べたいぐらいですね、これやばー、めちゃくちゃ好きだね、スポンジも食べてる、そうだけになっちゃうのでやめて、俺スポンジ好きだから食べて、相性いいね、俺、はい、それじゃあ早速みんなでケーキ食べましょうか。やったー、よっしゃ、食べよう、あおか、なんてねえだろ、ジョージどうなってんの、今どっちの声、あおか、
情緒不安定。この世界甘く見んなよお前。ケーキだね。甘いもんじゃない。そんな簡単にケーキ食えると思うんだよ。甘くない。甘がみした。そりゃもちろん、はい、このケーキをかけたスペシャル企画用意してますよ。いらないいらない。なんで怒ってケーキ食べて終わり。一人占めできるとどうじゃ。スタッフさんお願いします。はい、それでは行きましょう、題して、メンバー愛が一番強いのは誰だ、愛第1回INI 決愛おーい、下手くそだおい、もう一回行く両サイドうるさいな。それでは行きましょう、題してメンバー愛が一番強いのは誰だ、第1回 INI 決あげないよ決定戦もういいや。はい、2年間ともに汗と涙を流してきたメンバーへの愛が試されるスペシャルクイズ企画です。はい、もちろん皆さんメンバーのことを、大好きで大好きで仕方ないかと思いますけれども、大好き、はい、そんな、メンバーのことはどんなことでも知っていて当然、確かに、結成から2年間、過去の映像から用意したメンバーのパーソナルクイズに挑戦していただきます。はい、はい、もちろんパーソナルなこと知ってますよね皆さん。全部知ってるぞお前ら、知ってるぞ、うん、全部見てる、どうだい、知ってますあ頼むぜ。あ、それでは最も多く正解したメンバーには、なんと初代お INI 王の称号が与えられます。欲しいなそれ、これは初代はでかい。そしてですね、その INI 王になれば、うん、ケーキを独り占めできる、マジで設定です。仲間王じゃないな、メンバー王じゃないそいつ、まあまあまあ、メンバー愛が一番ある人が食べられるっていう設定ですから、はい、メンバーやるってことはなんか分けてくれそうだね。確かにね、まあそれは人によるか、そこはちゃんと勝負モードとして頑張ろう、はい、じゃあ早速行きましょうか、挑戦していきましょう。うわ楽しみ、第1問は懐かしい、やばいなこれさあこれガチで初回だよな、これ一番最初でしょ、熱っ、おいしい、あいえないぐらいカンパニーの衣装、それも出てきた、キムから始まる、なんかタッチで泣いてするんだけど、子供や、ナナ、今日ジンさん、短く見て、ジン、サノ5、サノ、キム8、リスさんいたしょ、待て待て、あれだよ、あ、俺これ分かった、あれちゃう、これは書かないんだね、書かなくていいですね。ああなるほど、タジからこれ知ってるよ、リズムに合わせてじゃ順番にやっていきましょう、これも周りの人聞いてていいですかあのくれぐれもあの他の回答、他人の回答に左右されないように、あ、それだってなりそうだよね、いやもうあるなるし、今決めてください、いやもうあるよ、ある書く、ある、例えばこれは全員分かるから大丈夫、分かる分かる、はい、じゃあやっていきましょう、うん、タジからリズムに合わせて、タジ分かんなさ、タジ分かってない、タジ大丈夫、まあ、リズムのあのゲームですよね、はいはい、じゃあキム8って、せーのでいい、オッケー、ドゥン、せーので、くしゃ回答、あ、難しいな、そういうこと、はいはいはい、せー、いくよ、はい、よ、せーの、キム、キ、あ、ごめんごめん、あ、いや、わしゃ、ドンちゃん、せーの、ドンちゃん、痛い痛い痛いよ、ドンちゃん、せーの、はいはいはい、いくよ、ドンちゃん、せーの、キム、違う違う違う、はい、ゲリスト、せーの、ドンちゃん、せーの、キムムキ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 ム、はい、次、そういうことか、せーの、キム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 、はい、せーの、せーの、キム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 、キム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 、ちょっと待って、おお、いや怖い、ムキ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 
キム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 。本当か？お前ユダヤ。お前ユダヤ最後だ。せーの。ボケでいい。せーの。キム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 。あ、ちょっと待って。これ絶対これやろ。お前バグっただろ。絶対これ。お前本人のやつバグっただろ。これか。どう自信ある？いやでも僕自信ないです。自信ないです。カジは初手やしだ。はいはい、はい、自信ある？キム。俺自信あるよ。あるね。すごい。やりますよ。キム自信ある。たかもしれない。あと次だね。そうだね。じゃあこの中に正解はいるのでしょうか。合ってると思う。正解はこちらです。サノ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 。キム八。キム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 。待って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 。サノ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 キム八キム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 待って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 ジンとフェンファンダメでした。ダメでした。ダメです。正確さにかけた。ダメです。正確さに。ダメです。ダメです。だからちゃんとジン。再現度がね。どこが間違えました。どこが間違えました。リズム感ダメでした。これ本当に一番最初のまず名前がアイエナイフォルダじゃなくてアイエナイクラスなんですけど。確かに。これみんな覚えてる。覚えてるよ。覚えてる。全然覚えてる。この一番僕たちの最初のツイッターの、うん、をあの 日替わりで投稿し始めたの京介が多分最初だった。そうだよ。その時の自撮りを上げてたんですよね。そうだよ、ね、だめちゃくちゃ覚えてるやん、うん、そうやメンバー強い。そうだ、強いし、すげー、まだ京介やけど、すごい京ちゃんそれ覚えてた時代に。今思い出した。あ、今思い出した。そう、これで撮ったのは覚えてたんだけど、それが最初っていうのは今聞きました。最初だったんですよ。すごい、ね、そうだ、確かそうだった、天才じゃん。懐かしいですね。懐かしいな。英語禁止ゲームみたいな人もこの日やって。やったやったやった。あ、やったやったやった。やったっけ英語禁止。やった。雄大のあのロードバイクの話。あ、スピードタイプのマウンテンバイク。やった。いや、俺もめっちゃ覚えてる。やば。懐かしいな。懐かしかったね。懐かしいですね。懐かしい。ね、みんな赤ちゃんみたいな。いや、痛かった。痛かった。顔が幼いね。匠イケイケやの。いや、髪白い人多いね。金髪な種類5人ぐらいいるから。次の問題いきましょうか。はい、はい、第2問はこちらです。これしんどかったね。俺ずっと俺ずっとあれよ、あれよ、あ、これなんかな、これできないけど、これは覚えてない。あれ、なんやったけな、これ。いや、これなんか思い出せそうと思い出せるの。絶対いける。うわー、やばい、これむずい。じゃあ、30秒で、お答えください。これマジなんやったっけ。30秒間シンキングタイムスタート。なんやったっけ。コンビ一言一句間違うわ、俺。なんだっけ。え、ガチなんやったっけ。見たかな、逆に覚えてんだけどな。え、俺もヒロムのやつ覚えてる。ヒロムも問題しやすいからね。俺ジンのしか覚えてない。ジンとタジ。やや。え、バコリ。え、なんだっけ。タワーか俺。あ、ヒロムのも覚えてんだ。なんだっけ。え、待って待って。俺ユダヤ覚えてるよ、ユダヤ俺は。ありがとうな、タケルも大好きやもん。何回も繰り返したもん俺。な、なって。はい、こんなんって気がすんねんな。分からんけど。はい、終了。それでは皆さん。はい、せーので回答をとりあえず出してください。せーの、はい、はい、それではいきますよ。せーの、どっ、はい、ゆうたが変わってんの。タジは俺の腕はポパイなんやー。何言うてんの。そのまま順番にいってきましょうか。リスト、俺の子はイルカナミヤー。結果発表。俺が輝けるのはここだけだー。あヒロマ、オリハー、オリハー、問題せんやろ。いけーめっちゃ超えたか。どっちから取った。ヒロト君、パイナップルパワ
やる気ないね。これ INI もなる気ないって話して。はい、じゃあ次ジン。運動は期待はしない。あ、いいそう。心はそうやったな。心はそうやったな。あ、なるほどね。うわ、ジンの。え、誰？じゃあズームしてもらっていいですか、これ。ジンの顔。おー、怖い。それ誰？これ俺。怖い。これどう見ても俺はよ。ハンターハンターに攻撃した。何それ？何で？何でした？あの女性。キルアの。そうお兄ちゃんの方が、まあ、それは飛ばしましょうか。はい、メンバーさっきもうやったやった、一気でね。はい、じゃあ次、たくみこれ、たけるー彼もちょっとやばいですね。はい、ラスト10代。はい、答えいきます。俺が生きれるのはここだけだ。生きれる、生きれる、あ、生きれる。あ、それと迷ってんな。タケルのニアピンなんだけど、タケチ何やったっけ。俺が輝けるのは輝けるか。いや、でもめっちゃそっちと迷って雄大なやつ。でも俺こっちだと思う。俺もこっちだと思う。俺もそっちだ。これ間違ったよ。ここ離脱でいい。行こう。俺間違ったよ、離脱でいい。見よう、見よう、見よう、行こう。罰ゲーム確定でいいんだね。絶対罰ゲーム。罰ゲームします。これ違う。これ罰ゲームしたら。多分タケルか雄大か正解なんですけど、気になる正解はどっちなのか。正解はこちらです。ラスト俺の方が言ってやるよ。投げよこれ。あるよ。俺が生きれるのはここだけだ。すごいでか。すごいでか。いいね。すごいでか。なるほど。取ったんじゃない。これは。7。いや、タケル惜しかったっすね。はい。でもすごいね、よく覚えてね、ニアピンだったよ。ニアピン、全然5点ぐらい。嬉しいよ、嬉しい、ありがとう。素晴らしいわ。タクミのさ、馬も覚えてない。馬あるね。馬ってやったよね。馬も覚えてる。ヒロムだけは覚えてくれた。ありがとう。なんか叫べで。みんな、馬ってやったよな。そう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 。覚えてない。なんで覚えてなかった。なんで、なんで、それで俺から言えたわ。俺覚えてなかったの。え、これこれ。俺覚えてない、俺覚えてなかったもん。俺ヒロムのやつ覚えてるわ。何？佐野雄大って言ってた。ちゃんとあのなんだっけ、反省会みたいな回、ホラーの回で、あの回収したもんね。ドッジボールの時に。あ、俺がドッジボールやってたから。そうですね。恨まれそれがあった。懐かしい。他にこの撮影結構前。いや、多分。あ、愛の時かな。結構前だね。前だね。確かに。この日さ、あれだっけ、シャトルラン。シャトルラン。シャトルラン。やったやってきたよね。本当にきつかったね。鬼だった。結構一番嫌いになったかも。取ったか。三本くらい取った後でしたからね。そうね。この時学ラン来たよね。多分。来た。来た。あ、そうだ。その前にテストのやつやったんだ。そうだそうだそうだ。盛りだくさんの一日だったんですね、この日は。はい。じゃあそれじゃあ次の問題いきましょうか。続いてはこちらです。来た来た来た、 Vlog やん。ボケツメンバー来たぞ。ボケツメンバー来たぞ。見た見た見た。もう一枚ね。電話かかってきたね。行きます。いや、あれ割ってよな。うわ、もう知らん、これ。いないよ、いないよ。まあまあ、これは知ってる。さすがに。どういう感じだ。外でね。書いた言葉初めて見た。なんて書いたか。全部これ覚えてる。それはいいね。ラムさんタワーのね。ラムさんタワーね。あー。近所ね。このカッパ。しかもこの3人だけじゃん。雨降ってたんですよ。雨降ってた。ねえ、うわー、何色？来た来た来た。これいける、これいける、これいける。近所めっちゃ変化球な問題じゃないですか。その何近所、何色？それは色と30秒間の新規色タイムスタート。これはね、もう背景で覚えてるから。え、何色？背景、情景。いや、俺はね、多分いける。あー、わかんない、怖いな。え、俺もどっちか、二択だ。二択だな。まあまあまあ、俺はもう、まあこれがいいですね。ちょっと俺がつけましたからね、なんならいける気がする。ジンがつけた。そう、ジンがつけた。はい、それポイントやん。急に難しい。いや、あんまポイントじゃないです。5秒前、4、3、2、1、終了。
わからん。それでは皆さん、せーので回答出してください。せーの、頼む。じゃあ、頼む。じゃあまたタジから言っててください。赤です。俺も、はい、俺も赤です。赤です。赤。はい、水色です。うわっ、どっちかやねん。黄色。ピンク。ピンク。じゃあ灰色。ピンク。やべ。今ちょっと西も書いてます。あ、僕もピンクです。あ、僕もピンクです。ピンク。あ、佐野さんは。あ、赤色かワインレッドで迷って赤色。ちょっと俺に引っ張られてるな、みんな。答えが出揃いました。やばいやばい。多分ピンクやった気がすんねんな。何色、何色だったのか。正解はこちらです。頼む、マジで頼む。出てきたけど大丈夫。あそこの色がピンクなの。イエーイ。マジか。タケチ当たり前だろ。すごいな。ないと見るものだから。めっちゃ水色やん。真ん中に赤がある。あ、ほんとや。レタケチ 0.5 点。こんな感じです。いけた、外せね。なるほどね。引っ張ってみて、引っ張ってみて。あるね。いいね。水色か。はい、ということで、正解は水色。水色だったので、たけるが正解です。たけち、すごい。さっきからすごいわ。いいね。やるね。すごいね。すごいわ。素晴らしい。これなかなかでかいポイントなんじゃないですか。嬉しい。一人だけ一人勝ちね。一人勝ちもいいね。さすがや。すごい。これ、3人以外はどういう組み合わせで行ったんでしたっけ。俺とリヒトカフェ行ってたね。行ってたね。その時にはさ、ラムさんチームから電話かかってきてさ、そうや、ちょっとお金欲しいみたいな。そうや、お金最初にさ、ね、なんかさ、くじでさ、使える予算みたいなのあったよ。そうそうそう、あったよね。ちょっとね、異議申し立てしたいんだけど、俺らだけ3人チームなのにさ、2人チームと同じ予算っておかしくねみたいな。何も食えねえよ。懐かしいわ。でもあれ、運だからね。運だけじゃなくて。運だからね。運やから。一人当たりのお金、もう俺ら、でもそれも、まあ、でも9時で決めたよね、なんかね。ひどかったよ、もうスーパースターですからね、もうスーパースターですから。スーパースターもうね、予算とか関係なしにやっちゃいたいんですよね、次は。いいね、そして次回のね、お楽しみということで。はい、じゃあ次の問題いきましょう。続いてはこちらです。あ、いけるかもしれない。結構間に合ってるな、難しい。動画が間に合ってる。もう何も入ってるかとかな。難しいだろうね。あれこれ誰これ。僕のキャリーケースの中にはあれ可愛くね。ご紹介します。イエー。今回も欠かせない商品がこちらです。この肌布団ちゃんです。ちょっと調子を取ってみました。何してんの。怖っ。つけないですね。一応持っていくけど。これ何やろ。最も撮影時間が短かったメンバー。これ分かります。これなんかあった。これも分かる。これ分かるぞ。なんかあったかも。あったあった。これなんか。はい、それでは30秒間のシンキングタイムスタート。ちょっとこれもなんか普段から短いやん、この人。それがね、もうじゃあそれでちょっと俺も行くわ。なんか覚えあんねんな、これ。どっちか、誰だっけな。みんなの顔見てみよう。じゃあ誰がいるか一回見ない。いやけどな、俺めっちゃ短かったと思うんだよね、自分も。誰かいてんの。実はダーク放送部。これ、思い出した。これ、いや俺も何覚えてんの。そろそろ俺正解しないとな。俺もガチで罰ゲームやすい。2、1、終了。これこうやったと思うんだよ、多分。それでは皆さん、回答同時に出してください。せーの、ダダーン。端から言ってください。たくみん。お、藤巻さん。俺かな。はい、尾崎たくみさん。え、京介。藤巻。藤崎さん。たくみ。たくみ。藤巻さん。ジン。俺もね、俺なんかあったよね。ジンめっちゃ短かったよね。俺もね、ちょっと俺もかもしれない。なんかそんな気もする。俺もこれ書いていい時だから結構迷ってきちゃったんだよね。たくみか俺。ジンかたくみやと思う。今日好きやった気がすんね、これは。何もあの変なもの持ってこなさすぎて、なんか紹介できるものがなさすぎて、なかったっていう話をしてた覚えがある。ジンか。ジンやったよ。これジンやったよ。でもね、人的に言う、普段から言うとね、匠のコメントはもう、あの意気込みは大体頑張りますよ。もっとあれば短いんだよ。もっと言ってるわ。匠あれが短そうやった。あの寝起きのさ、あの
朝ルーティン、朝ルーティン短かった、そっちか、そっちとこっちゃになってるかも、あっちとこっちゃになってるかも、じゃあ正解は誰なのか答え見ていきましょう、意外な人ってすんのかな、ちょっとなくしただけやん、キムとキム長い、長いね、俺短い、ジン短い、ジン短い、ジン短い、匠長いよ、5分踊ってるよ、俺キョウスケ、え、どっちかということで、あ、以上、藤巻キョウスケです、ありがとうございます、それだけは話しない、5分経つだよ、俺5分経つだよ、はい、キョウスケです、それでは僕のキャリーケースを紹介したいと思います、かわいい、かわいいね、めっちゃコンタクトあったの、全部みんなこれ、こいいね、いいよ、全部、ジャージとか、ね、ちょっともうちょっと短いのかな、そうよ、手前はマスクと、マスクめっちゃいいね、大量にできたと思います、今あのコンタクトそれなくてね、これが一番ないんだこれ、そうだね、困ってる、長野にしかないとかじゃない、いやじゃなくてもうなくなっちゃったから、以上、長野のコンタクト、あれ俺も一緒やから紹介&これだけは欠かせないアイテム紹介です自分で笑っちゃってるありがとうございましたえもう少しかわいいかわいい、すいません、正解や京介って誰、はい、すごいね、ということで、正解者はリヒト、京介、ヒロム、俺、タクミよっしゃー、どうしよう、いやけどね、ヒロちゃんかもう正解しないと、びっくりした、逆あんまそのイメージなかったわ、あ、ほんと、おい、いやなんかさ、もう俺2位だったのがちょっとびっくりした、な俺結構これ2じゃない、2だいぶ2やな、2なもんなよな、俺9分やぞ、9分、ね、9分やばいね、逆に9分やばい、何を持ってきた？なんかじゃあのビオレさんのやつとかあといろいろそうそうそうね。あタクミのなんかワセリンだっけ？もうそれいろいろ紹介してもらった。だから5分行ってやってたからね。いやー俺マジで何もなかったわ。紹介できるものが。これ本当にあの撮影したの本当に何？韓国行って。うんうん、まだ隔離期間中の出来事、ね、うわーてか隔離期間しんどすぎた帰ってきてからもあったもんね、あったね、よかったな、2週間マジで監禁状態だったから ねちょっと外の空気吸いたかったよ ねそもそも軟禁状はめられてんのかな、快適だったんだけど俺で俺無理だわ、毎日楽しかったニート好きみたいなニート好き毎日楽しかった、しかもなんかさ日が落ちるのめっちゃ遅くないか、遅かった、確かに、ね、8時くらいでもめっちゃ明るくて、うん、何この最高じゃんと思いながら日落ちるの遅いし、俺その時さひろとくんと同じ、あ同じ部屋じゃない隣の部屋やったんだけどさ、うん、ひろとくんの部屋からって音が何回か聞こえてきて、うん、めちゃくちゃ筋トレしました次の問題いきましょう、続いてはこちらです、カモンカモン、やばい俺まだゼロ問やわ、最初の方、俺がサンタコースしてるの、サンタコース、はい、楽しかった、登場シーン、これもきたんですよ、わー、ありそうや、これ名言、おー、かわいい、これまだまだそうそうそう、あれちゃう、あれちゃう、ねえ、これえ、おー、あれでしょ、あれでしょ、使ってるの、プレゼントや、待って、まだある、ほんまに、おしゃれ、オーギレンのクリスマスストーリー、これは絶対いけるわ。なんでやったっけ、はい、じゃあ30秒間のシンキングタイムスタート、待ってこれなんかね若干絶対いけるわ、ニュアンスあるんだよな、これ大体やってたらいい、これね多分舐めすぎっすね、こんなん絶対いけるわ、このネタ俺ら2年くらい、うん、そうや、あ確かに D 君とかめっちゃなんかこすってたよな、こすってたすごいな、こすずっと好きこれ、うん、ちこれはいけるね、これは絶対いけるわ、思い出の名言、でも懐かしいな、めっちゃ前に感じるわ、うん、こんな感じがした、1年半前か、終了そそオッケー、はい、じゃあせーのでいきましょう、はい、せーの、これ絶対これ、タジからこの嬉しくしてくれて嬉しい、ね、そうめっちゃ嬉しい、嬉しくしてくれて嬉しくしてくれて、うん、あでも大丈夫でしょ、嬉しくしてくれて嬉しい、うん、めっちゃ嬉しいは嬉しくしてくれて、めっちゃが嬉しくしてくれて嬉しい、
俺もありがとう。おい、もうガチガチでもそう。ジは？あ、ありがとう嬉しくしてくれて。あ、俺もありがとう嬉しくしてくれて。あ、一緒？一緒。ありがとう。ワンチョコあるじゃん。でも嬉しそうでよかったね。超他人。よかったねって。そう、よかったね。はい、俺嬉しくしてくれて嬉しい。はい。どっちやろ。どっちやろ。まあでもニュアンス一緒やから。そっちっぽい。そうね。どこまでがちょっと範囲が分かんないですけど、正解見てみましょう。スタッフさんですね。ちなみにこのプレゼントは誰からです。誰です。ボーイ。いいね。めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。嬉しくしてくれて。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。嬉しくしてくれて。めっちゃ嬉しい。ああ惜しい。というこれはどうだ。さあこれはどうだ。正解はタジ、俺、雄大。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。嬉しくしてくれて。嬉しくしてくれて。俺タジと答え一緒やけど、全く一緒やけど。俺一番近いけど。タジと全く答え一緒。めっちゃ嬉しい。タケルも正解。タケルも正解。ありがとうございます。ヒロムは？ヒロムも。嬉しいです。めっちゃ嬉しいは嬉しくしてくれて。あ、いいんじゃない全然。ヒロムがなんなら一番近い。わかる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 。こいつだけ。わかる。どうやった？一番。審議入った。審議入ったよ。審議。スタッフさん審議入ります。めっちゃ嬉しい。俺間違いでいいから。言い回し的には一番見る人じゃない。俺間違いでいいから。間違いです。ヒロム正解してあげてほしい。西君は絶対アウトやから。おめっちゃ嬉しいって言ってたから。あはは、ヒロムだけ正解。ヒロムだけ正解。それは理解できる。結局逆に。逆にそれは理解できる。一番近いもんね。まあまあ、全然ヒロムだけ正解。ありがとうございます。めちゃ嬉しい。嬉しくしてくれて。あはは、ヒロム答えてくれて嬉しいわ。確かに。スタッフなんでよ。あんなさせてたのに。むずいこれ。審査厳いね。こんな裏返ることあんねや。てかもう一期一会ってなきゃいけないのか。プレゼント本未だに読んでないらしい。本はまだ読めてないんですけど。まだ読んでない。マフラーめっちゃ使ってましたね。ありがとう。確かに。フィギュア、フィギュアも今観葉植物を買ってるんですけど、あいつそこになんか石みたいなのが、はい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 、そこの上に置いてます。めっちゃいい使い方してるよ。あと本だけ。読めあれガチで短いから全然すぐ読める。あれ逆にタジは何もらったんでしたっけ。俺はタケルにあの歯磨き粉とダビネスのヘアオイルとか。あ、歯磨き粉ね。あのあれから本当にダビネス俺超お気に入りになっちゃって普通に自分でも買ってるっていう。嬉しいな。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとう。嬉しくしてくれて嬉しいです。これこそね。本当にやばい。ゼロもやわ。やばいですね。やばい。ちょっとまだ正解できてない人は頑張ってください。はい、はい、じゃあそれでは次の問題いきましょう。続いてはこちらです、ね、あ、これ無限にできるわ。お、ま、戻ったクラス。あ、会えないから。あったの、無限のクラス。チーム名とかやったら結構終わるけど。はい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 。うわ、寄せ書きの内容とかはやばいで。リストのラップ本当に最高や。あー、これ余裕。なんだっけ。もう余裕すぎて、もうありがとう。これは余裕。では30秒間のシンキングタイムスタート。ナイス。はい。ナイスナイスナイス。手前のやつ。俺もちょっともう一回。あ、オッケー、わかった。文字みたいな。手前の文字もう一回みたいな。リストのップ。最高や。最高や。最高や。本当に最高や。なんか。俺が言ってそうやな、これは。言ってそう。いや、もう俺これ100当たってる。これ覚えてるよ、俺も100当たってる。リヒトのラップは最高や。当たりますよ。これのおかげで俺生きてるから。これのおかげであの人。終了。それでは皆さん、フリップを同時に上げてください。いいですか。はい、あと2秒ぐらい待ってください。続きます。せーの、あ、どんどん。うん、タジから。タジから。世界一の声や。あ、まあまあ、ニュアンスね。はい、自慢のラッパやで。もうそう。あー、そうやー。
それや。あ、ナンバーワンラッパーね。ナンバーワンラッパー。わー。その頃流行ってたわ。ほんまに最高や。どこで。平穏最高。俺、世界取ろな。バイタク。バイタク。言ってそう、言ってそう。ま、俺が真のラッパーやけど。言わないよね、俺。言わない。絶対言わないでしょ、俺、それ。はい。自慢のラッパーやで。おー。いいね。絶対にこうや。絵がひどい。低音。怖い。低音かっこいい。まあ、言いそうだね、確かに。はい。自慢のラッパーやで。あー。絶対これや。自慢？あ。世界行け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 。はい、じゃあ正解はどれなのか VTR 見てみましょう。絶対自慢のラッパーだよ。もう正解行けます。リストのラップ本当に最高や。自慢のラッパーやで。シンプルじゃん、めっちゃいいよ。シンプルいきます。リストのラップ本当に最高や。自慢のラップやで。嬉しい。マジで嬉しい。嬉しい。いいね。はい、ということで正解はリヒト、ジン、タクミでした。悔しい。ひゃひゃひゃ。やっぱすごいね、こう当事者は覚えてる。覚えてたよ。そう、覚えてるよ。ジン、すごいね。すごい。いや、これも最近も言ってたよね。いや、ずっとそれ、俺ずっとリヒト言うからさ。最近も言ってた。自慢のラッパーやね。え？知らない？皆さん。いや、絶対知ってる。知ってるけど、あの、出店、出店がここ。出店が絶対世界取るなだった気がした。どっかで世界の話したよ。世界取るな、俺が全員に言ってたやつ。それか。あげられた。ほぼ全員に言ってたやつ。惑わされた。あ、やった。もう嬉しい。やっと正解できた。君は全然違います。たくみ言いそうじゃない。たくみ言いそうでしょ。俺が真の、真の、いや、まあ俺が真のラッパーやけど。ラッパー、レイジラッパーは言ってるけど、ラッパーこれは言いそうだけど、これはこれで言って。でもたくみめちゃめちゃ正解してるくらい。ね、正解してないって俺。いや、結構多分1位じゃん。1位はじゃあ1位はだってたけるより多分今どこにあるんでしょうね。ちょっとまあ分かんないですけども、まあ全然もう、はい、まだお楽しみということで、ちょっと頑張りましょうって感じなのがヒロトとジン。俺1問か当たったかも。京介も地味に頑張りかな。そうです。いや、結構みんなでも平行線上だな。平行線ぐらいですね。平行線ぐらい。じゃあやっていきましょう。パラレルワールドみたいな言い方して。次の問題はこちらです、どうぞ。あ、やばい、やばい、やばい、これやばい。わかんないんじゃない今。これちょっとやばい。全員じゃないやつ、難しい。なんでこんなマニアックなって書いてあるんだろう。あ、あるよね。皆さんこんにちは。INIの中山さんと。目クリクリやん。かわいい。もっとラッフルでいいんだよ。ビールブルー。皆さんお手本に。この時慣れてないわ。皆さんこんにちは。INI周平さんです。いい人だった。そしたらまさかのね。まさかのね。ねえ。ねえ。かわいいね。付き合いたて。なん、名言って言うの？むずすぎだろ。わかるか。あば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 あ数を答えんの。数を答えんの。これもう数字答えんの。それでは30秒間のシンキングタイムスタート。まさやの当事者はわかるよね。ニアピンの人でいいんじゃない。数字一番近い人にします。発言は何とかじゃなくて数字。でも出た。何個あったかですね。しゃあ、これサービスや。まさや好き。これ何分のやつでしたっけ。この映像って15分ぐらいから、ね、15分20分とか15分ぐらい終了。じゃあ皆さん数字を書いてフリップを、一斉に上げてください。はい、いきますよ、はい、せーの、ででーん、ドン。リアルに答えたよ、はい、確か36個。ありえない36個。3個10、13個、すいません偏りました。58。いいね、いいね。9個。1丁。12。あ、刻まれた。3回ね。3回は一緒だよ。43回。40。8つ。80かと思った。はい、じゃあ8つ。正解者はいるのか。答え見てみましょう。VTR どうぞ。これ先正解とかあんの。10は超えてるはず。超いい。そしたらまさかのね。まさかわいいよね。
本当に可愛い。今のこれめっちゃ楽しかった、ね、いいね。特にマスター。お、めっちゃ楽しかった。ね、これでね。全然使ってないけど。マジで。10万やん。あれ10万やろこれ。え、ワンちゃんあるってこれ。好きってめっちゃ言え。7。マサヤと一緒にいるパン絶対言うかな全然だよなぜならずっと楽しかったバカだよ出た出た出た思わずと楽しかったなぜならマサヤのパンがいたからマサヤ結構そうだ楽しかったです楽しかったあと5回いけないゆうなきさんちょおぉ俺たちやっちゃううわ、7位10位ニアピン外れかはい、もうこれに関してははい、ダメです、はい、ということで全員不正解はいこれむずすぎるってもうちょっとあったと思ったんだけどこれは、ちょっと差が広い分だけマイナスポイントで一応もう誰やおい俺もやばいおい急に、それいいね急に俺に絡む急に絡んでくるないやでも俺ならもっと入れたな100回ぐらいいけたかなマジで次楽しみにしてるわむずすぎっしょということでマジかよりクイズ終了だーすはい、まあ何問かやりましたけど最も多く正解できたのは一体誰なのか全然自信ないわはい、どのメンバーなのか自信ある人います？匠、俺は匠の推薦する匠自信ある意外と答えた気がする他にはジンも結構答えていや、俺で俺はお前だと思ういやごめん、1個しか答えられなかったあ、そうマジでそうだったがでかいあら、そうだったんだはい、ということで結果が出ました最もメンバー愛が強い初代アイエナ王に輝いたのは三問正解のリヒト・ヒロム・タクミですすごいすごいやったぞ3人もいるなこれやりました、はい、約束通り3人にはアニバーサリーケーキを1人占め3人占めしてもらいますやったー3人占め3人占め嬉しいということで、はい、雄大持ってきてこれスタッフでもやっぱ答え雄大持ってきてちょうだい王が3人マジかもうちょい答えたと思ったんだけどこれ何問いった5問くらいですかねあと誰だっけ何問ですか7つ答えたかったな答えたねちゃんと、うん、答えるかまだ似てるなあー危ないいやそういう時やるのが雄大だから本当にマジでめっちゃいいわこれ安定感がはいありがとうございますケーキいいねケーキあーケーキ安定感の方どうぞはいということで三人なんかすごい強いまあちょっとガブッとねガブッといっちゃいましょういいなどう前でも悩ましいマジでどうぞ次がいいこの真ん中席にするあ、キムキムキムあ、いや別にいいよ別にキムキム真ん中のキム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 すべてもキム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 はいじゃあ3人はい、もう気が向くままというかもう思いっきりこう、はい、ほんまにこれ気が向くままにいい気が向くままにこう思いっきし言っちゃってくださいいただきますいいねいけいけいけいいねどうしたらいいのじゃあとりあえず INI をあー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 あ今後は言えないちょっと嫌だよ俺これもらおうユニットかこれはこれ食べてこれいただきますこれ食べてプレートプレート乗ってる上にプレート乗ってくる合わせだよし、いただくぞはい、いただきますくださいあーうまうんお味はどうですかめちゃくちゃうまい愛を感じるうん、やばい愛を感じるだけに甘さ N は感じる N も感じるうわ匠は美味しい。美味しい。美味しい以外だと？え、すごいなんか今ホワイトチョコの香りがすごい口の中に入って、うん、とても美味しい。そんなことしか言えないのか。それは俺のやつだ。マジ。マジ。マジ。うまっ。いちご入ってる。いいなぁ。これショートケーキ。うわ。いいなぁ、美味しそう。ケーキの中とかは普通にショートケーキ、いちごかないいねいちごで、クリームの量が多分半端ない、これうわ、いいな食べたいえ、ちょ、誰かリボンのとこ食べたい、リボンのとこ何味なの
これ食べれんのかな、うん、リボンすげえな、これチョコなんかな、チョコか、これじゃあ後でみんなでさ、みんなで食べよう、後で、 いやもう3人締めなんで、ね、そうだね、全部食べてもらわないと困ります、食べようか。でもね、まあ3人にはね食べていただいてて、はい、はいですね、ちなみにですね、最も正解が少なかった、はい、誰だ、ヒロとカジフェン、なんと0ポイント、メンバーのことをねもっとよりねよく知ってもらうために、そしてメンバーを認めてもらうためにですね、特別ミッションが用意されているそうです。よっしゃなんじゃそれ、はい、そのミッションとは何何何、一日マネージャー体験、やばい、いらんて、絶対やだ、絶対やだ、楽しみ、絶対やだ、絶対やだ、この11人のマネージャー大変だったよ、俺マジで嫌やったから、ガチで頑張った、やったね、そうしょうがないです、もうもっとねより深くメンバーのことを知ってもらうためには、やっぱマネ、このマネージャーをするっていうのが一番かなと思いまして、やった、はい、こちらで用意させていただきました、日頃のマネージャーさんへの感謝もね、はい、これでね分かるね、はい、そしてですね、この3人がマネージメントしているご様子は、後日撮影しまして、ガチで完備する予定ですので、ガチで、皆さんもお楽しみに、ありがとう、じゃあもうゼロ便でクイッキーな、こ、来なきゃ、楽しみだわ、ゼロ便でマネージャー、職場体験できないね、職場体験、ね、その時はもう俺会えないじゃなくていいんだもんね、だって違うよ、なんかひどいこと言わないで、会えないチームですよ、でもそうなんだけどそうなんだけど、その時はもうガチで違う世界線みたいな、マネージャーとしてね、マネージャーとして、そうそうそう、消しますからね、じゃあ水とか買ってきてもらおうかな、水とか買ってきてもらおう、全然いいよ、もちろんです、もちろんです、あのパラで現場入るときに ついてきて、はい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 、あ、いいね、僕でも移動助手席座るんで、僕中にね、マネージャーがね、マネージャーということで、ちょっとどうなるかまだ分かりませんが、皆さんお楽しみに、楽しみ、以上第1回会えないを決定戦でした、第1回だね、ここまでクイズ企画で2年間振り返りましたけど、続いては未来に向けた企画です、おー、題して3年目も走り続けるぞ、あゆないメンバーの誓い、3年目、はい、2周年を迎えられて今日は本当に幸せな1日なんですけれども、INI としてももっと成長するために、メンバーそれぞれ個人として、3年目に向けた宣言、誓いを発表していただきます、はい、はい、ということで、じゃあ早速見ていきたいんですけど、はいはいはい、タジからいきますか、はい、行きましょう、タジから発表お願いします、はい、まず皆さん2年間本当にありがとうございました3年目もよろしくお願いします、はい、迎えられて嬉しい、はい、ででん、これです、時期で真剣になれ、でも深刻になるな、正午、いいねっていう言葉なんですけど、この、まあ、言葉の肝がやっぱ深刻になるなっていう部分 で、うん、でまあ、真剣に、まあ、やってきたじゃないですか皆さん で、うんうん、で今もそうなんですけど、まあ、3年目はなんか真剣になんかやってるとやっぱり、うん、いろんな部分がまあ見えてきたりとか、ここもっとこうすればいいなとか、悩みとかもそれぞれ多分増えてくるじゃないですか、はいはい、でもそう結構それでなんか深刻に考えすぎちゃうと逆に悪循環というか、うん、っていう気もしてて、でもだから最大限真剣にやればいいじゃないかと、うん、それがもう一番いいことじゃないかという気持ちを込めてこの言葉にしました、はい、お願いします、3年目もお願いします、頑張ります、じゃあ続いてリヒト、はい、こんなもんじゃまだまだやな、いいねいいね、質感が似てるなあのまだまだあのね、もう2年なんですけど、まあ、まだ言うてでも2年ということで、まだまだ新人という心を僕は忘れずに、いい、ね、常に感謝と、謙虚の心を持って頑張りたいという気持ちで、はい、書かせていただきました、うん、はい、素晴らしい、続いてキョウスケ、はい、ほですね、
おお、綺麗。出し方も今健康保険の人で。マジで綺麗。これはどういう一体意味で？まあ健康を保つとか、自分のまあ意志とかね、自分の気持ちをこう自分を常に保っておくことがやっぱ大事だなと思ったんで、まあいろんなものをしっかり自分の中で保つことを、意識してやっていきたいと思います。うん、素晴らしい。国民健康保険ね。そうですね。森保監督のやつ。続いて、タケル。はい、僕はドーン。はい、心技体バランスです。デコにすぎて見えにくいです。キラキラキラしてるな。楽しい。はい、正直これは僕は多分2年前とかと全然変わってないというか、ある意味変化してないことなんですけど、なんかやっぱりずっと年を重ねて変化していくのも大事なんですけど、なんかずっと続けていくことももちろん大事だなって思ってて、僕はこの心技体、はい、健全な精神は健全な肉体に宿ると思うので、メモある、めっちゃ見てるでしょ、これを忘れずに、めちゃくちゃ引用してきた気持ちやん。はい、バランスを大事に、ウィキペディア読んだみたいな。3年目を頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。いいね。はい、じゃん、コツコツ、シンプルに。2年経って、まあ、いろんな目標も増えてきて、上を見ることも多くなったと思うんですけど、なんか上を見るときに変になんか見栄を張って、なんかすぐにそうなろうっていう気持ちはあんまり良くないかなって思って、焦らずになんか一つ一つ小さなことから続けていけたらいいなと思いました。なのでこれです。素晴らしいですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ続いて俺、ダン、学び続けるです。いいね、うまっ、かわいい、うますごいね。わ、なんか後ろの人がこう目がある。これ俺です。目がある。学び続ける、やっぱこの年になってもやっぱ学ぶことをやめれないなと思って、こうなんかすごいまだまだ知らないことたくさんあるので、これからも韓国語とか頑張ってるしね、学び続けたいなと思います。素晴らしい、はい、学びもよろしくお願いします。はい、頑張ろう。続いてヒロト。はい、そうですね、学び続けて、行き着くとこは本物です。はい、すごい、つなげてくれたんだ。はい、そうです。コツコツ学んで本物になっていく。なるほど。やっぱ2年、まだ2年いろいろ経験してきましたけど、そうですね、なんか初めてなことだらけで、でももう言っちゃえばもう3年目に入るということもあるので、こういつまでも自分に甘えないで、こうなんか本当一流になれるように、はい、もっともっと成長したいなと思います。素晴らしい、はい、よろしくお願いします。続いてジン。 Yes Expression。 おっ、エクスプレッション、ちょっと腹立つ、発音のあれがイントネーションが違ったけど。はい、それは表現です。表現、はい、この2年で僕という存在というか、もうどういう人間なのかとか、どういう、なんだろう、 MJ っていうのを知れたんで、まあこれを今後はもっともっと表現していって、表にどんどん出していって、そのなんだろう、例えばなんかいろんなことに挑戦してみたり、自分のそのアーティストとしての表現の幅を広げていきたいなと思いました。いいや、素晴らしい、よろしくお願いします。素晴らしい、よろしく。続いて、はい、フェバ。はい、弦、異弦の弦ですけど、次元、はい、厳しいのが楽しい。あ、そう、なんか厳しい、自分のことをもっと厳しくしようって、こう体型だったり、まあ、パフォーマンスだったり、まあ、いろんなこと、もっとこう自分のことを厳しくして、もっとこう現状に満足せず、もっとこう高いところをもっと見れたらっていうか、うんうんうん、いいなと思います、はい、これ以上もっとこう磨いていけたらいいなと思います、うん、そんな3年目にしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、続いてたくみ。はい、じゃあ心、あ、え、お、お、お、心、お、心なんですけど、そうか、そうだな、その心は、心なんですけど、ノートとかに、この心は、その心は、ようやく3年目に入るということなんですけど、はい、この期間で本当に心が一番大事だなって思ってて、そのなぜかというと、その心が安定してるときはすごく世の中充実してるように見えるし、でもなんかその充実してないときは
伸び悩んでる時期とかもたくさんあったし、一番こう心が安定してる時が成長できる瞬間だと思うので、これからはこう心のケアを大切にしながら自分と向き合って成長していけたらなって思ってます。はい、お願いします。続いて、ゆだい。はい、ラスト、覇気です。覇気、はい、覇気、ジーキレ。この気持ちはなんですけど、あのやっぱ覇気ある人ってなんかいつ何しててもどこ立ってて歩いててもなんかかっこいいというか、オーラがある人ってなんかすごい素敵やなってすごい思ってて、3年目はこれを研究したいなと思ってて、いいじゃん、覇気の出る人間に今年はなりたいなと思ってこの覇気にしました。頑張ります。いいね。はい、ということでミニの皆さんにも思いが伝わってたら嬉しいです。はい、ということでこの色紙ですね、この後 SNS にてアップしますので皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでここで、本当に申し訳ないんだけど、え、え、申し訳ない、そっち系、え、まさか言わなきゃいけないことがある。怒っ、え、怖い、なんかした、なんかした、なんかしたっけ、メンバーに、え、なんかしたってこと、なんか2年目にして、どう、なんか、え、やばいことしちゃった、みんなに言わなきゃいけないことある。え、何、マジで結構重要なことだから聞いてほしいんだけど、全然聞くよ、受け止める、全然いつでも相談、みんなにも聞いてほしいこと、みんなにも聞いてほしい。なんとですね、僕たち2度目のアリーナツアーが決定しました。ありがとうございます。はい、いきなりですが、アリーナツアーの詳細をこれから発表します。いっちょいっちょい、これだ、これ、すごい、そのために頑張ってんだから、はい、いいのですね、これ僕が説明しちゃいますね。お願いします、はい、お願いします、ね、まずですね、今年は、全国7都市で開催されます。おー、いいね、増えてるね、増えてる、7で話いいんですか。はい、それではですね、それを今公開したいと思います。こちらです、ドン、イエー、なるほど、はい、全国7都市約1年ぶりのツアーなんですけれども、東京有明アリーナ、2023年11月4日、11月5日、宮城積水ハイムスーパーアリーナ、2023年11月11日、そして愛知日本外資ホール、2023年11月14日、15日、そして福岡マリンメッセ福岡 A 館で、2023年11月22日、そして23日、そして神奈川 K アリーナ横浜、2023年11月29日、11月30日、そして広島グリーンアリーナ、2023年12月2日、12月3日、そして最後大阪城ホール、はい、12月20日、12月21日です。おー、すげー、いいなー、大阪城ホール、はい、ドバッと言ってしまったんですけれども、公演に関するその他の詳細は、後日改めてお知らせします。はい、はい、ということで皆さんのおかげで、2度目のアリーナツアーもやらせていただくことになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、早いものでもう終わりに近づいてるんですけれども、はいはい、せっかくなので、まあ、2度目のアリーナツアー、はい、ちょっと代表して誰かから意気込み聞きたいなと思うんですけれども、うん、はいはい、どうしようかな、うん、はい、じゃあ、ありがとうございます、挙手制誰にしようかなと思ってた。あ、竹切言ってくれ、本当、いや、そうですね、ファーストアリーナツアーはすごい、なんだろう、まあ初めてということでオリジナル重視してすごい、まあ、しっかりパフォーマンスを見せるって感じのやつだったんですけど、セカンドやつ当たったんですけど、はい、2回目のアリーナツアーはもっとなんだろう、いろんなことをして楽しんでいただけたら僕たちも嬉しいんで、しっかり、うん、メンバー11人と、スタッフの皆さんとしっかりみんなで話し合って、うん、すごいいいものを作りたいと思います。楽しみにしててください。はい、ということで、スペシャル配信も終わりの時間になってしまいました。ミニの皆さん、今日は楽しんでいただけましたでしょうか。あー、すごい楽しんでくれてる、てる、はい、改めて、メンバーのみんなは、今日の配信の感想を一人ずつ言ってきましょうか。じゃあタジからお願いします。はい、皆さん今日は、ご視聴いただきありがとうございました。そして
3年目こうして迎えることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。3年目も INI どん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 頑張っていくし、どんどん僕らもなんだろう、いろいろもう伝えるパフォーマンスというか、パフォーマンス以外でもそうなんですけど、やっぱり本業というかそこはパフォーマンスなんで、もっともっと画面を通り越して伝えられるようなパフォーマンスができるような INI になっていくので、皆さん期待しててください。はい、はい、皆さん、3年目を越して迎えることができました。ありがとうございます。いつも皆さんの温かい応援が届いております。そして3年目もうあっという間に3年目ですけど、一瞬一瞬噛み締めて皆さんとの思い出を共有しながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、みんなの皆さん、今日は、見ていただきありがとうございます。そしていつも応援本当にありがとうございます。僕たち INI3 年目迎えさせていただいてもうめちゃくちゃ嬉しいですし、いつも言ってますけど、なんかやっぱりみんなの皆さんにいつも支えられてるんで、それと同じように僕たち INI も皆さんをいつも支えられるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。はい、こうやって3周年迎えられたのも2周年3年目を迎えられた、はい、ちょっと間違えちゃったね。そうそこね、緊張しすぎて、はい、3年目を迎えられたのもこの2年間本当にずっと毎日がめちゃくちゃ楽しかったですし、あと2回目のアリーナツアーもこれも迎えできるのも本当にミーの皆さんのおかげです。ね、僕たちはちょっと毎日ちゃんといっぱい頑張ってすごいなんだろういろいろ経験してなんかたくさんのこと学んで進んでいってるんですけど、でもやっぱりなんかみんな皆さんのことを大切に思う気持ちとかはずっと変わらないんで、そこだけはちょっと忘れないでいてください。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いいぞ。はい、ミリの皆さん、いつも応援本当にありがとうございます。おかげさまで僕たち INI も、こうして3年目を迎えることができました。2年前の6月13日からこうして2年やってきて、この間に皆さんと、出会うことができて、同じ人生を一緒に歩むことができてとても嬉しく思います。3年目も僕も高塚ひろむらしくコツコツ皆さんにたくさんの恩を返していけたらと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ミニの皆さんいつも応援ありがとうございます。これからもよりこう画面を通してライブだったりステージを通して人の心に届くようなパフォーマンスを磨けていけたらいいなと思いますので、これからも引き続き、よろしくお願いします。今日は見てくださってありがとうございます。はい、ミーの皆さんいつも応援ありがとうございます。そうですね、3年目も、この先ずっと、僕たちも、ずっと進化し続けるので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ミーの皆さん、いつも応援ありがとうございます。みんなの皆さんのおかげで、僕たち毎日、楽しく過ごさせてもらってます。そしていつもたくさん声援とかライブとか来てくださって本当にありがとうございます。2回目のアリーナツアーなんですけど、またミニと叫ぶ日を僕も楽しみにしているので、皆さんもぜひ会場にお越しになって僕たちと一緒に素晴らしい3年目を楽しんでいきましょう。お願いします。はい、ミニの皆さんいつもありがとうございます。こうやってミニの皆さんの支えがあるからこそすごい僕たちもこうやって3年目を迎えることができました。3年目はこう僕たちももっとこう頑張って進化し続けて、毎回こう会うたびに皆さんにこうまた新しい INI 見れたって思ってもらえるように僕たち3年目でも頑張っていきますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。はい、いつもみんな皆さん応援ありがとうございます。こうやって3年目を、迎えてるんですけど、本当に僕たちもさっきメンバーも言ってますけど、こう変化を恐れずに、ずっと変化し続けられるグループでいたいなって思ってます。そして僕たちはこう画面越しを通して、ライブだったりこう映像などなんかいろいろ通して皆さんに笑顔を届けるのがお仕事だと思ってますので、まあどんな状況でも楽しいライブにするので、いつでも遊びに来てください。これからもよろしくお願いします。はい、ミーの皆さんのおかげで僕たち INI として3年目を迎えてとっても嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ今後ミーの皆さんと会う機会があれば、ミーの皆さんの素敵な笑顔を見れたら僕たちもすごいそれが勇気づけられて元気になれるので、ぜひ今年もたくさん笑顔を見せてくださいね。よろしくお願いします。かわいい。はい、ということでこのね、アニバーサリーとかいう素敵な会を設けさせていただいたんですけど、とは言ってもまだまだ僕たちも通過点ということで、これからもね、よりいいものを皆さんに発信できるように、これからも INI走り続けていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日は僕たちの2周年3周年目の素敵な日を一緒に過ごしてくださってありがとうございました。まあ事前収録ではあったんですけれども、やっぱりリアルタイムで会いたいですよね。会いたいよね。みんなに会いたいですよね。ということでこの後インスタライブしたいと思います。じゃあ後ほどインスタライブで皆さんお会いしましょう。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。後でまたまたね、また後です。